全ロスだ全ロス、大丈夫だから、後ろにみんながいたから大丈夫だって、回収して帰ってきてくれるはずさ彼らなら。俺はもう行きたくない、くそもう寝たいのに。俺もあのスバルみたいになりたいもん、お世話されたいもん。あ、俺豚買っときますわ、豚、弱いもの相手に戦っときますわ。俺ほらほら、まあでもこの肉は僕が食べるんですけど。ちょっと待って、あっちなんか、あ、なんかこっちからも掘ってる勢がいますね。マジか、ちょ食い物あさろうぜ。なんもねえな、ちょなんかなんか食い物あさろうぜ。くあ、羊だ、こいつの肉もうめえんだよ。うい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 、おお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 、あ、豚だ、豚肉をくれ。あ、でもどうしような、豚とか繁殖させた方がいいかな。いや、まあいいな、俺が食いたいから食う。よし、さっきあれだ、さっきの範囲はあの食物がなかったことが原因なので、斧がねえ、斧がねえよ。陸のど真ん中にサトウキビがあるわけがない。まあね、普通はそう考えますよね、普段ならば。なんか色変わってんな、こっちは。なんだ、なんとかバイオームがあるのかわからん。あ、牛だ、どうする、牛とか育てる。ちょ、目先の食料にこたされていたらあかんかもしれん。あれは狼かね、狼の肉って食えるんだっけか、狼の肉って食えるんだっけか。いや、でもこの子は攻撃してこないから許してあげたい、仏の心で許してあげたい。ベテルギウスいいよね、まさか松岡くんだと思わなかった、声優さんが。まさか、骨あげれば仲間になる。骨ないからな。でも豚とかめっちゃいるよこのワールド。あ、めっちゃいるな、放牧するか、ちょっと餌で釣ってやるかね。種がいるんだっけ、種が。ちょ待ってよ、あ、種あるじゃん、種を、種でついてくるっけ？これ、えい。種でついてくるのって誰だっけ？あ、ニワトリか。ニワトリ他にもいねえか？ちょ待ってよ。サーバンブ松岡さんいたっけ？え、黒猫いらっしゃい。小麦か。小麦いるんだっけ？ちょ待ってよ。ニワトリ、ニワトリが2羽いればね、いいもんね。ニワトリを2羽連れていこうか。もう1匹後ろにいるよな、多分。招待者のみになってる、もしかして。嘘、ちょっと待ってね、でも招待する方はどなたでしたっけ。自分のあの ID を書いてくれたら、フレンドですよね、すでに。俺に興味を失うんじゃない、来い来い、興味を失うんじゃない、来い。興味完全に失ったな、お前ら。おら、あ、卵産んだ、もしかして。来い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 、シモンいらっしゃい。家事してたら、ま、怖い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 、助けてー助けてー助けて、誰か見下ろされてる、助けて。オッケー、穴に落ちた。マイクロあるあるだね、動物を誘ってたら自分が穴に落ち、あん、あれ、ニワトリがい、あ、いた、ニワトリ、ニワトリ、おい、もう一匹ずつでいい、一匹ずつでいいから閉じ込めていこう。コメさんがありがとう。とりあえずあれです、家畜を育てて食糧難を免れたい。なのでね、あの小麦とかある方はね、あれです、あれだよ、どんどん牛とか連れてきてもいいんだよ。家の横に牧場を建てよう、牧場を、牧場物語になろう、マイクラじゃなくて。オッケーオッケー、ちゃんと道を覚えてた。そんな遠出しちゃダメだね、帰れなくなるから。
ッケー。あ、そうか。とりあえず卵を産むから1匹でいいんだっけ。でもあれじゃない？ねえ、この種あげたらさ、繁殖するからさ、そっちの方が早いよね。速さで言ったら。どうしようか。ここにしようか。ちょっと、オッケーオッケー。ちょっと囲うところを作ろうか。柵があればね、柵作ってくれたらね。お願いします。とりあえず柵がないんで、2段のあれで囲う。どうにか囲うぞ。まあ、下掘ればいいか。すまん。落ちろ落ちろ。あ、落ちろ。やめろ。落ちなさい。落ちなさい。落ちなさい。OK。で、この土を、土で、やつを、どこ行った？どこ行ったやつは。段取りが悪い。ちょっと待って、あ、そうだ、あれだ。もともと作っとけばいいんだな。もともと作っとけば。もともと作ったワールドに落とせばいいんだ、上から。種を使ってね。早速脱獄されちまった。オッケー。ウィー。ウィーウィー。あ、これはなんだ？何を出してくれてる？これは。丸石の壁。お、いいっすね。とりあえず、壁でいいのか？オッケー。この中に落とせばいいんじゃよ。どこ行った？ニワトリ。ニワトリどこ行った？俺が見てる間に結構遠くに行ったのか。ニワトリ。ニワトリよ。おう？おう？おう！懐いとる。かわいい。この犬はね、なんて名前にしようか。で、ニワトリマジどこ？ニワトリ。ニワトリの肉でいいから食いたい。ニワトリ、マジでいねえな。牛もこれじゃダメだったっけ？牛は麦だっけか。くっ。あやたがいらっしゃい。お父さんにする名前。麦を、麦を育てよう、麦を。ニワトリいなくなっちゃった。ニワトリかと思ったらあれ石だよな。あ、乗れないんだこれ。ニワトリ、ニワトリ、ん？なんだ？何くれたこれ。松明もらった。なぜ松明？落としてから考え、落としてから考え、落としてから考え。待ってよ。クワ作ればいいんじゃないかって思った。とりあえず、あっちはみんなが何とかしてくれると考えて。あ、まずあれがないのか。まず棒。ん？あれ土か。あ、あれ土なんだ。ちょっと待って。木持ってると思ったら土だったわ。びっくり。わかんない。わかんなかった。ちょ、木切ってきていいかな。鶏いないし。なんで木持ってるのに。お前、味方か。貴様、貴様、カバネか、カバネリか。びっくりだわ、もう。カバネかと思ったわ。カバネリ終わっちゃったもんね。カバネリだった。味方の方だったよ。貴様人かカバネか。俺はカバネリだ。みんなはカバネリ見てましたか？カバネリみんなの強化はどうでしたか？面白かった？映像綺麗だったよね、カバネリ。ムメイちゃんが好きだった俺は。かわいい。ムメイちゃんかわいいよね。ホズミだったっけ？本名。かわいい。見てなかった。あー、もったいない。面白かったよ。あ、畑できてんじゃん。でもあれだね。俺ね、知ってるから。松明。これがあれば。よかった。でも作らなくていいね。これで、即即、即即？
即即育ちますよ。ここにもやりたいな。こんなに明るくする必要ないか、別に。早く大きくなれよな。よし、ちょっと種取ってこようかな。湧き潰しもしとくか、暇だし。眠い、若干眠いかもしれない。みんなも眠いですか？大丈夫ですか？待って、寝ています。でもあれだよね、あれがないよね、ベッドが人数分ないから。お、いいね、サトウキビいいね。サトウキビも育てとくか、なんかで使えるかもしれんし。ウィウィウィ、なんだと、なんだと、雨がすげえ、雨がすげえよ。早く育たないかな。種が欲しいな。あー、肉、でも肉が、肉があったんで、うわ怖え。肉だよ、でも。だがしかし肉だよ。カバネリだな、あれは。人かカバネかわかんないもん。暗くて。で、俺のダイヤモンドとかみんな回収してくれたのかな。ダイヤモンド回収ができたのかな。みんな帰ってきた？みんなのは存在確認をしてないんだけど。お腹すいた。肉焼いて。肉焼いて食おう。お、お、お。なんか別荘を作ってるな。ダイヤモンドとか回収してくれた？別荘っすか。明るさが足りない。お、お。なんでもないのか。いや、なんか言いたいことがあるのかなと思ったら、そうでもなかった。巻き潰し。